皆さんこんにちは前回から文化とコミュニケーションについてお話をしております今回はその続きとなります前回の話の中ではコミュニケーションのあり方として特にま言語言葉に注目をしてその人間の用いる言語の特徴と それから言語の働き、そして文化との関わりについてお話をしました。で、き、え、ょ、ー、はですねその、少し前回もお話をしたんですけれども、言語学、特にまあ構造言語学というものの分野と、ですねそれから文化人類学の接点となる問題について、少しお話をします。 これはあの以前文化人類学の理論についてお話をした中で構造主義というものがありました。レヴィストロースに代表されるものなんですけれどもそのレヴィストロースの構造主義というものの一つですねその文化の仕組みの理解ということとこの構造言語学というのは非常にまあ 関わりりがありますで、そのあたりも含めてですね、ちょっと難しい話かもしれないですが、ご説明いたしまして、その後いくつかですね、その、えー、言語の問題についてお話をしまして、その後言葉ですね、言語以外のコミュニケーションの在り方についてご説明していきます。 でまず、ですねその構造言語学の視点ですね、えー、それからちょっとお話をします。<laughs> でその構造言語学の中では、その音ですね、音というものの捉え方が、まあ、独特の捉え方があります。でえー、構造言語学によると、その音はそれ自体ではですねそのどういう音なのかと。 ということは、きれどこう実体としてまあ存在しているわけではないんだというふうな独特の捉え方をしております。で、ほ、えー、の音とのまあ違いの中でですね、その音というものが存在として、えーまあ、浮かび上がってくるというふうな、そういう独特の音の捉え方をしております。まあ、この音とあの音ですね。 a という音と b という音、その音の違いによって、a という音というものがこうはっきりとこう認識されてくるという風なですね。その違いというものが存在というものをこうですね。はっきりとしたものにさせていくという風なま捉え方をしております。この他の音との違いによって初めて存在し得るのだという捉え方が構造言語学の1つの大きなですね。特徴だと思います。 どんなことかというのは分かりづらいかもしれないので、具体的な話からお話をしますと、例えば音というものがその無声音か有声音なのかというふうなことによってです、ね、その違いがあるというふうに言語学の中では捉えておりまして、例えば P という音と B という音、T という音と D という音、それぞれ無声か優声かというふうなことで違い とととなってて現れてくるというところがありますまた、音がハウイのところから出た音なのか、それからま唇のところなのかというふうな相違によって、P と T、B と D というふうな音の違いとなって現れてくるということですね。無声か優声かという基準の中でそれぞれ音が分かれてくる。また 暗記のところが唇のところなのかということによってまた音の違いというものが出てくる。こうしてまあ P と B、T と D、4つの音がです、ね、それぞれ違う音として、えー、存在し得るものになってくるというふうなものですね。えー、そういうふうなまあ捉え方をしているということになります。えーまああのまあ、例えば、あのこれ。 私という人間の捉え方にしてもそうだと思うんですけれども、例えば無人島に私一人いて、ですねで、えー、私という人間を説明しようと思っても、なかなかですね他の私とは違う誰かがいないと、ですね私という人間というものを、まあ、説明することはなかなか難しいところがあります。例えば、もう一人女性がいれば、ですねその私と彼女とは、ですね例えば男性と女性だとか。 いうふうな違いで、その私は男性である、彼女は女性であるというふうな形で、えー、自分というものを説明することができるわけですね。ただ、私1人であれば、先、ま、生、あ、私は人間であるぐらいですかね。まあ、でも、人間であるというふうに説明するためには、何か人間以外のものが必要になってくるわけですけれども、まあ、そういう他のものとの違いによって、えー、そのはっきりとこうです、ね、説明できるところがあるというふうな側面がですね、 あるわけけなんですけれども音はまたそういうことがあるということなんですね。でこうしたまあ違いというものを際立たせるような特徴というものを自社的特徴あるいは弁別特性というふうに、まあ、言語学の分野では呼んでいるようです。先ほどの説明で言えばですね無性か優性かあるいは歯茎きか唇かとこれがその一つの自社的特徴あるいは弁別特性と。 言われるようななものになります、うん、A と B があってです、ね、その A と B の違いというものを分ける基準のようなものということですね。<laughs> 無人島の話で言えば、その性ですね、男性と女性という、その性別というものが一つの弁別特性になってくるということになります。<laughs> またうーん例えばあの 私とそれからもっと小さな子供がいたとするとですね、その無人島に <laughs>、私、おじさんで、そして子供がいて見たらねで、そういう子供と大人とか、あるいはあのおじさんとかですね、年長者とか、<laughs> いうふうなことは、これはあの年齢という分別属性、えー、時差的特徴によって、その2人は区別されてくるというふうなことですね。ですから例えばその、B、と、D とねえー、B とか D とかっていうのは違いで、例えばです、ね、そのおじさんの男性、それから若い男性、おばさん、おばさんってお怒られちゃうかな、それから若い娘さんみたいな形で,です、ねその、例えば4人いたとしてですよ、その年齢と年齢という分別特性、それから性別という分別特性によってです、ね、その4人というものはそれぞれこう振り分けられていくと。 いうことが可能にななるわけなんですねでこのような形でそのある一つの言葉を別の言葉から区別するような働きをするこれが弁別特性あるいは自作的特徴というふうに言語学では呼んでいるということですそうしたことからその音というものがですそれで P という音というものはどういう音なのかそれはあの無性なのか優性なのかとかですねそ,のそういういうなあ違いによって という音の特徴というものを説明することが可能になってくるというところがあるわけです。あまりいい説明じゃなかったかもしれないですけどもでこうした、まあ、あの独特の音の捉え方というものをです、ね、参照しまして文化人類学ではその家族とか親族の捉え方ですね、えー、人間関係といいましょうかそこに一つまあ応用したというところがあります。 えー、次のですね、はいえーこのおー。家族とか親族を呼ぶときですねその、父や母とかです、ね、弟か妹,妹とかですね、そういう呼び方がありますね。そうしたまあ親族の呼び方、親族名称の研究というのは、 特に社会人類学の中ではあのいろんな形ででこれれまま行われてきましたで、えー、なぜそういうことが行われるのかというとそ,のそれぞれの民族によって独特の呼び方の体系というものがあります。でそうしたものはその社会における家族とか親族といったです、ねえー、その自分にとっては身近な集団というものを捉える。 独特の捉え方がですねそれぞれあるわけで、そこを通してその社会の、まあ、人間関係であるとか、家族といったものをこう理解し、比較していくというふうなことが、まあ、あの行われてきたというところがありまして、えー、そこにどのような違いがあるのかということを比較研究してきたというところがあります。でえー、この四角くぐっているのが自分ですね、自己となってますね。 で配偶者、妻ですね。えー、そして、その自分の兄弟姉妹ですね、弟とか妹とか姉とかですね、えー、いますね。さらに、その上にはこ父、母ですね、お父さん、お母さん、親父とかお子とかね、いったりする。そして、その父の兄弟姉妹ですね、おばさんとかおじさん、それから母の兄弟姉妹、おじさん、おばさん。 いうふうふな形でさら、ね、にそのおじさんおばさんの子供のいとことかねはとことかいろいろありますけれどもそういうふうな形でその自分の、まあ、身近な家族や親戚のですね、えー、呼び方というものがあります。でこれがまあ,あそれぞれの民族によってまあ違いがあるということなんですね、まあ、同じであればそれほど問題ではないんですけれどもさまざまなこう違いというものがあって あってですね、そこの中にその家族というものの捉え方、あるいは親戚の捉え方というものにこう特徴が現れてくるということがあります。で、えー、この私にとってです、ねその、例えば父とか母という,う存在はです、ねその、基本的にはそのお直接のこう親子関係なのかと。 いいうふうなこことととからです、ね、その直系の関係にあるということができます一方、そのおじさんやおばさんは,、まあ、それは直系に準ずるといいましょうか、準直系あるいは、傍系の親族ということになりますので、そうしたまあ直系、傍系といった基準によって、父とおじ、母とおばというものが分かれてくるということがあります。 この場合の弁別特性は、そうした直径、合計という基準によって、ですね両者は分かれてくるということになります。また、まあ、父と母はまあ男性、女性ですから、ここでは性別という違いによって、ですね親はのその男性の親である父、そして女性の親である母というふうな形で、父、母があります。まあ、こうした形で、父、母、おば、おじといったあ区分、 区別というものがですね、こうなされているということになります。ですので、まあ、私たちの身近なそうしたまあ親族の捉え方は、基本的にそうしたまあ男性、女性という性別、それから直径、合計といった基準によってですね、呼び分けているということがあります。ただ、あー例えば、あの 民族によってですね、例えば、その、貯系というか、傍系という区分が、まあ、明確でない場合があります。<laughs> えー、まあ、例型とか、そういう特徴があったりするんですけれども、そうした場合には、その、父とおじといった区分というものが曖昧になってくるとお、同じような呼び方をしているというふうな、お父さん何も言うみたいなね。えーいうふうにこう 区別していないケースというものがあってですね、そうするとちょっとその区別する民族からするとですね、ちょっとよくわからないっていうようですね、えことが起きてくるわけです。<laughs> ですからそのそれぞれの民族の中でどういう基準でもってその家族とか親戚をこう区別しているのかということをですね、こう正確に認識していくということがそれぞれの家族とか親戚のありようというものをよりよく理解していくことにつながってくると。 ということになりますでそうした、まあ、いわゆるその呼び方のまあ成分分析ということがいろいろな形で行われてきたということがあります。でえーまあ、例えば南米の先住民ですね、ネイティブアメリカン、まあ、インディオですね、のケースなんですけれども、南米のボリビアという国があるんですが、 ボリビアの資料の族の場合の親族名称の事例で言いますと、彼の社会ではその親族の呼び方として、エルとかエチという呼び方があります <laughs>、まあ。例えばお父さんに対してはエル、お母さんに対してはエチという,ふうな呼び方をするんですね。でえー、ところがです、ねその、この社会では、おじさんもやはりエルに含まれたり,ったりする。 そして、おばさんはチっていうような形でですね、区別がない、つまり直径、合径という区分が存在しない形になっております。ですので、そのまあ、私たち、そこの尻尾の族のところに行くとですね、あなたの L は誰ですかっていうと、あの人とこの人みたいな感じですね、えー、何人もそのお父さんにあたるような人が出てきてしまうようなことがあるわけなんですけれども、 実際にはその1人のわけですね、だけども呼び方としては、ですねその複数の人をその同じ呼び方をしているということが起きてくるわけなんですね。えー、これはまあ非常に,こう要するに基準が違うので、理解がうまくできなくなってくるということなんですね。じゃあ、この資料の族の L とか H っていうその名称の成分は一体何なのかと。 ということで言いますと、1つはやはりその性別ですね、男性、女性といった性別によって、L と H という,う呼び方が分かれます、ですので、お父さんとお母さんの、ね、呼び方が違う、L と H みたいな、ね、形になります。だけどもお、おじさんと父親を分けるようなものはない、しまた、母親とおばさんを分けるようなあ、まあ、区別がない、つまり直系、合計という区分がないということになります。 他に何があるのかと言いますと、その年齢ですね、年長者か年少者かというふうな違いしかないということになりますので、自分より年長の男性は L になってくると、親族のですね、年長の女性はその H となるということなので、おばさんもそういえば年長の女性なので、 えエジという呼び方をするわけですねですからあのこの資料の族の「L」という言葉を「父」え「エジ」という言葉を「母」というふうに翻訳してしまうとおじさんおばさんが含まれなくなってきてしまうという問題があります。ですのでより正確に表現するならば L という言葉は父プラスおじですね。母という言葉は、えーえー、ごめんなさい、チという言葉は母プラスおばというふうに呼んだ方がいいかもしれない。ただ、実際にはもうちょっとですね、幅広く、その自分より上の世代の男性、女性がこの概念の中に含まれてくることがあるので、あのー、そういう意味では、その父プラスおじだけではですね、 十分ではないケースが実は出てくるんですけども、その範囲はちょっとはみきますけれども、お要するに今、直径、合計という区分がない、単にこう年長者か年少者かという違い、それと性別という基準しかない、えー、そういう分別特性しかないということなんですね。えー、そういうまあその基準の立て方が異なることによって親族の呼び方もですね、その 同一とは言えないということがあるということをですね、やはり知る必要があるということなんですね。まあ、ここからまあ、実際にそのいろんなこう理解にですね、間違いが実は生まれてきてしまったというところがあるわけなんですけども、おそんなたくさんお父さんいるなんてっていうことでですね、どうそれはなんか、婚姻の形がどうもへ違うんじゃないかとかですね、いろいろふうな形でこうお考えられてしまったんですけれども、 むしろこれはそうした、まあ、その呼び方の基準の違いとしてですね、捉えるべきであったということになるかと思います。まあ、あの代表的なメスティック特性としては、まあ、性や世代、年齢といったものが挙げられることになります。でこれは、やはりそれぞれの民族によって、いろいろなこう基準の立て方がありますので、やはりそこをです、ね、こうしっかりとこう調べてですね、 理解していいくととうことが大事でありです、ね、最初からの自分たちと同じであるというふうな前提であの考えてはいけないというところがあります。はい、でこのような形でそのもともとその音の,です、ねその,まあ、あの違いというものですね構造言語学の中で。 展開された研究というものが文化人類学あるいは社会人類学の中ではその家族や親族の呼び方名称の成分分析という形にまあ展開されたということが一つありますで。ちょっとややこしい話はこれからしてですね。えー、はい <laughs> えー、その先ほどの,、まあ、あの親族の名称分析に関しましては、一部祖父江先生の文化人類学入門といった本の中にも出ているかと思いますので、えーまあ、あの入門書等で,です、ね、確認してみてください <laughs> で、えー。ちょっと話が変わります。<laughs> えー、もう少し優しい話ですね。<laughs> で、えー 言語の問題についてまた戻りますけれども、その私たちがその言語というものをこう身につけていく過程ですね、まあ、成長していく中で、そのまあ、基本的にはお父さん、お母さんとかまあ周りの大人からですね、こう呼びかけられて、自然とこう言語というものを習得していく過程というものがあるかと思います。 でえーまあ、そうしたまあ言語の習得についてはです、ね、基本的には大体4歳から5歳ぐらいまでの間に、基本的な会話能力というものが習得されるというふうなまあ見方があります。ですの、えーまあ、ううで、それ、その4歳から5歳ぐらいまでの時期、が非常に重要だということになるわけなんですけれども、それをまあ裏付けるような一つの事例としてです、ね、野生児研究というものがあります。<laughs> これはまあ人類学というよりは、発達心理学とかですね、そういった、まあ、あの分野の中で展開されたものかと思いますけれども、まあ、あの人類学ともまあ関わりがあるものになります。この野生児というものは、まあ何らかの理由でその親元を離れてしまった、まあ、はぐれてしまったりとかですね。 と、えー、いうことの中で、その成長していく過程の中で、その他の人間との接触のないままにですねこう成長したケースですね。えーまあ、森の中でたった一人で,こうです、ねえー、こう成長したとか、あるいはその動物の群れの中でこう成長したとかですね、えーその人間。他の人間との関わりもない形でそのまま成長していったケースになります。まあ、あの 映画で言うタハザンとかですね、それからまあアニメで言うと、昔はオオカミ少年剣とかあったんですけども、知らないと思いますけども、それはオオカミの群れの中で育ったというケースですね。まあ、そういったものは野生児の問題で、それをまあ研究するという分野というものがあります。でまあ、こうした形でその人間との接触がないままに成長した場合に、言語を習得するというプロセスが。 ないものですからその習得が非常に困難になってくるというのがありますで、えー、まあ、よく知られた例としてはアベロンの野生児のケースそれからまあ狼に育てられた子どもという事例がありますまあ,あのそのような事例に関してはただ確からしたと言いましょうか あのどこまでこう信頼できるデータなのかということについてはあのいくつかの議論がありますが、一応まあこういうのがあるというご紹介をしますと、代表的なものとしてアベロンの野生,野生児のケースですね、これはあのフランスのアベロンというところで発見された野生児のケースになりまして、えー、この子どもの場合はです、ね、その医師がです、ね、その人間としての成長というものを 教育を施していくということが行われまして、その徐々に今ゆっくりとした形ではありますけれども、人間らしさというものをこう身につけていくというふうなことがで,す、ね、できたと言われているんですけれども、その言語の習得がです、ね、非常に難しかったというふうな報告がありますので、やはりこれはです、ね、その言語の習得にあたって、非常に重要な時期というものを逸してしまって だからうにです、ね、その後の教育によっても十分にその言語の習得というものがあのできなかったということがあるのではないかというふうに言われております。また、インドのオオカミに育てられた子どものケース、まあ、2人の子ども、アマラとカマラという名前を作られたんですけれども、これに関してはちょっといろいろ議論はあるんですけれども、写真にあるようにオオカミの群れの中で成長したためにオオカミ的な習性 を持っていたということで、まあ、四つ足で歩いたりとか、まあ、うなり声を上げたりとかですね、そういうふうなま行動が見られたということですね。で、えー、このケースの場合にはあの牧師だったかな、宗教家がまあ,あの現実的にまああのサポートをしてですね、やはりその徐々に人間らしさをこう取り戻していったと。 いいうこととがあるかと思いますただ、1人の子供はもは早くして亡くなってしまったので、その,その後の経過というものをこう確認することはちょっと難しかったんですけれども、もう1人の子供ののはあはしばらくこう、まあ、生きながらいて、ですねその後の成長というものをこう確認することができたんですけれども、やはりその音声言語の習得がですねなかなか難しいところがあったというふうにまあ言われております。 でこれもやはりその、まあ、推定年齢ですけどね、その発見されたときはあの8歳ぐらいだったかな、上の子は。やはりその、もう一人は1歳半ぐらいだったんですけども、その1歳半ぐらいの子はまあ早く亡くなってしまったけれども、まあ、8歳ぐらいの子の場合ですね、その人間らしさを取り戻していったけれども、やはりその言語の習得には困難が見られたということですね。 それはやはり4歳、5歳の時期を一致したからではないかというふうに言われているということになりますで。こうしたことからですね、やはりそうした時期がその言語の習得においては非常に重要ではないかということがまあ言われているということですね。はいまあ、これは、あの、は心理学とかの授業でもっと詳しく <laughs>、えー、勉強することがあるかなと思います。 で興味のある方はぜひ調べてみてください。でえー、先ほどです、ね、その言語の習得に関して、そのまあ、周囲の大人からです、ね、いろんな形で呼びかけられて、まあ、自然とこう身につけていくというふうなことをお話ししましたけれども、この周囲から語りかけられて、自然と身につけた言語のことを母語というふうに呼んでおります。 まあ多くの人はそうした形で言語というものをこう身につけていくわけですけれどもお、この母語という言葉によく似た言葉に母国語という言葉があります。まあ、よく似てる感じがするし、ですからまあ、同一であることも多いわけなんですけれども、必ずしも同一ではないケースというのがあります。なぜかというとまあその母国語というのはやはり意味合いが異なりまして、基本的に母国語というふうに言った場合には、 その人が所属する国家が国語として規定した言語のことを母国語というふうに呼んでいると。つまり、日本なら日本という国家がその日本語という言語を国語として規定しているということで、母国語は日本語ですということになるわけですね。でまあ、<laughs> 特に、まあ、マジョリティである場合にはです、ね、その国において <laughs>。 日本人としてその国家に所属して、日本語が母国語であり、また母語であるというふうなことがは起きてくるかと思いますけれども、必ずしもですねそれは母語と母国語がイコールになるわけではないです。例えば、先住少数民族の場合ですね、後からやってきた民族によって、その国家にまあ編入されていくと。 いうふうなことがありますので、もともと自分たちが母語として話していた言語と、その所属している国家がその規定している母国語はですね、異なるということが起きてくるわけです。まあ、例えば、アイヌ民族の場合で言えばですね、その明治以降の同化政策によって、日本という国にまああの組み込まれていったということの中でですね、彼にとっての母語はアイヌ語であったわけなんですけれども、日本語ということ。 いうものをです、ね、こう使うようにこう、まあ、強いられていったという歴史があるし、その母語としてのアイヌ語というものの伝承というものがです、ねその、途絶えるような、ね、方向にこう強いられたということがあるわけですね。ですから、特に、まあ、あのマイノリティにとってです、ね、その母語の問題と母国語の問題というのは、その民族にとって非常に重要な問題であると。 というふうな部分がありますし、まあ、その自分たちの母語、ねえー、を使う権利というものが、どこまで保障されているのかということがです、ね、その国の在り方というものとこう深く関わりを持っているというところがあります。で、えーまあ、そうした問題ですね、えー、いろんなケースが実はあるわけなんですけれども。 1その一つのケースとしては、植民地支配のようなケースですね、その例えば西欧諸国によってその植民地化された場合です、ね、もともとの言語ではなく宗主国の言語というものを使うように強制されるといいましょうか、求められるということがある、結果的によってですねそ,のそこで暮らしている人々は、ですねその自分たちの母語、 以下にですね、その宗主国の言語というものを習得し、その中でこう生きていかなければいけないというふうなです、ね、その2つの言語を使用するということがですね、求められてくるということがあります。例えばあの、マレーシアの先住民族の中にですね、えー、その、<laughs> 中にはもともと自分たちの母語というものがあるわけなんですけども、その母国語ですね、マレーシアという国家がその母国語と指して規定したマレー語というものをこう求めるように、えーまああの、例えば教育の中で、ね、こう求められたりすると、子どもたちはその自分のたちの家庭の中では自分たちの母語ですね、えー、例えば狭い族であれば狭い語を用いる。 狭い語で会話するということが家庭の中で行われているんですけれどもひとたび学校に行くと子どもたちはマレー語で会話をしたりマレー語で授業を受けるということが求められてくるわけですね。そういうまあ公的な局面においては母国語,語としてのマレー語を用い家庭のまあそういう私的な局面においては自分たちの民族の言語である母語であるその例えばまあ,あの 狭い語とかをです、ね、使うというような使い分けをするようなことが起きてくるということですね。特にそうしたあのマイノリティの場合にはそういうことがあるということです。<laughs> また、その植民地支配の中でですね、そういうことを強制されたケース、例えばシンガポールの場合ですと、イギリスの植民地支配を受けたということの中で、その英語を用いなければならないということがありますし、その自分たちを支配しているですね、そのイギリスの。 国の言語を、ね、使わなければいけないということがありますので、やはりその英語というものをです、ね、こう使う、また一方で自分たちの母語、例えば中国語、中国語でも例えば福建語とかですね、いろいろ、関東語とかいろいろありますけれども、そういうものをこう使い分けなければいけないということがあるわけです。 でえー、こうした形で,です、ねその、第1の言語としての母語、それから第2の言語としてその外来言語、ですね、宗主国の言語とかが接触することによって、その両者が混じり合って、ですね、その第3の言語というものが生まれてくるということがあります。その 第一の言語と第二の言語が混じり合って第三の言語ができるということですね。この第三の言語というものをピジ人というふうに呼んでおります。まあ、その、まあ、例えば自分たちが、例えば奴隷のような形で働かされた場合、その主人が使う言語を用いないとですね、こうひどい目にあったりすると。 とととということがああるわけでとりあえずただその純粋なあその言語ではなくて自分たちがもともと使っていた言語にこう引っ張られてしまうということがあるので、まあ、しばしばその両者がこう混在したといいましょうかあー混合した混じり合った言語というものにな,なることが多いですね。 なので、例えば英語で言えばピジン、ピジンイングリッシュというような表現があったりするんですけども、もともとの言語というものと、それから英語というものがミックスされたね、そういうピジンイングリッシュというものを用いているようなケースがまあしばしばあの見られます。<laughs> まあシンガポールの場合で言うと、英語と中国語があのミックスされたようなね、 そういう英語をですね、まあそまあ、いや揄するような形でシングリッシュ、シンガポール・イングリッシュで,ですね、シングリッシュという,いうような表現があるんですけども、まあ、語尾に中国語の語尾がついたりするような英語だったりするわけなんですけれども、まあ、そういうことが、まあ、あの起きてくるわけで、こ、まあ、うしたものを、まあ、第三の言語というふうに呼んでおります。でえー、やがてその彼の中で子供が生まれてくるとですね、 その子どもはその生まれたときからその混じり合った言語、その第三の言語が母語になってくるというふうな形が起きてきます。でこの母語がです、ねそ,のまあ、そ,のそうした混じり合った言語となってこ身につけられたというふうな場合を、まあ、あのクレオールとかクリオールというような表現で人類学では呼んでおります。 このクレオールという言語はもともと中南米の地域でやはりその奴隷のような形で,こうですね労働を強いられた人々がですねまあそういう植民地社の中で,でそのまあいわばその主人とこうコミュニケーションを取るためにとりあえずまあ間に合わせのような形でこう話すようになった根性言語ですね根性言語としてのクレオール語というのがあります。 これはまあそのピジンで、えー、そういう意味では、まあ、当初はですね間に合わせの言語っていうふうな、まあ、ややと否定的な意味合いでですねこう取り上げられるようなことがあったんですけどもその後ですねそのまあ中南米の地域ではその自分たちの民族の苦難の歴史とかですねでそういう奴隷としてこう働かされた。 記録記,憶記憶とか、まあ、記録ですね、えー、これをクレオール語、混成言語でもって表現する、あるいはその、まあ、小説にするとかですね、えー、いうふうなことがその後行われてきて、これまあクレオール文学とかクレオール文化というふうに呼んでるんですけどね、そのお <laughs> 混じり合った言語で自分たちの体験というものをこう表現していく、そういう,う文化ですね、というものがあの生まれていきました。で、えー そうしたものの中にですね、あるこう新しいこう文化ですね、えー、というものの可能性というものを見いだすような部分というものがあったりします。否定的に見るのではなくて、そういうさまざまなその言語、さまざまな文化というものが混じり合った根性言語、根性文化の中にですね、これからの新しい文化とか言語の可能性というものを見いだしていくように、積極的にですね、これを評価していくような 考え方というものがありますでこれはやはりその今のこうグローバリゼーションが進んでいく社会の中においてはむしろですねこれを積極的に評価するというふうな部分というものがあるかと思います、はいえー、純粋なものというよりはむしろこう混じり合ったものの中に良さといいましょうか可能性というものを見出していくというふうなまあ考え方です えーまあ、この分野ではそう,そうしたあの研究に関してはその今福さんの研究とかがですね非常に参考になるところがあるかと今福竜太さんの研究とかがこうしたクレオール文化の研究というものをいろいろご紹介しているかと。 でえー、次にです、ねその、今でこう言語というものをと文化の関わりについてお話をしてきましたが、あ最後にです、ね、その言語以外のコミュニケーション、非言語的なコミュニケーションについてちょっとご紹介します。まあ、具体的には、まあ、身体、体というものを媒介としたコミュニケーションと言っていいかと思うんですけれども、ノンバーバルコミュニケーション、非言語的コミュニケーションという分野があります。 えー、身振りと仕草の人類学といった分野手にま捉えていただければいいんですけれどもその私たちがその日常生活の中でコミュニケーションをするときにです、ねそ,のまあ、その言葉を使って会話をするという言語的なコミュニケーションというものがまあメインとしてはあるかと思うんですけれども。 実際に、例えば相手と対面的な状況の中で会話をしているときには、ですね、いろんな情報が相手からこう伝わってきます。まあ、今、私が話しているのもそうですけどね。えそのただ、その私の話している言葉だけではなくて、私がどんな顔をして、えー、話しているのかというようなですね、表情とか、あそのいろんなこう体の動きとかですね、そういうものがあの同時にあのメッセージとしてこう伝わっていくわけですね。 その笑,笑ってるのか、怒ってるのか、悲しい顔してるのか、ぼーっとしてるのかね、そういったものも一緒にその情報として、相手にこう皆さんの方に伝わっているということがあるわけなんですね。でそういう、まあ、例えば表情であるとか、仕草であるとか、身振り、手振りといった、ですねこういったまあ身体表現というものが、もうですね非常にその相手の方にこうに情報として流れているということです。 でこうしたものをですね、その身振り語というふうに呼んでおります、えー。身振りと仕草の人類学という本があるんですけれども、その中でこう紹介されているものをちょっとですね、えー、見ますと、この身振り語というものの中にはですね、その言語的身振り語、相互交渉的身振り語、儀礼的身振り語とかですね、いろんな身振り語があります。 えー、ちょっと分かりづらいかもしれないんでご説明しますと、言語的身振りというのはですね、そのこう話してるときにその結構ですね、身振り手振りを交えながら話す人っていますよね。えー、あまりこの話してる内容と無関係な動きをする人もいるかと思いますけれども、基本的にはまあその自分の話してる内容をこう補足するような形で、 身振り表現みたいなね、ことをして、えー、<laughs> 例えば、こんなちっちゃいのみたいなね、これ、こんなちっちゃいのってこういう、こういう表現とかはそうなんですけども、その話している言葉を補足するようなし体の動きですね、えー、こういうものを言語的身振りというふうに呼んでおりまして、いわばその言語を補完するような身振りですね、これを言語的身振りというふうに呼んでおります。 それからあの、相互交渉的身振りというのは、その自分と相手との相互交渉の中で行われるようなあの身振りですね。例えば、バイバイってこう手を振ったりとかですね、早く早くってこう手招きをしたりとかですね、これは自己と他者との相互交渉の中で、早く早くとかですね、バイバイとかっていうふうな言葉だけではなくて、 それを保管するような形でその相手との相互交渉の中で,ですねその身振りをするというふうなものを相互交渉的身振りというふうに呼んでおります。でこうしたものの中には、例えば挨拶のようなものですね、これもまあ含まれてくるわけなんですが、あこの挨拶のようなこう型にはまったようなものは儀礼的な身振りというふうな形でまた別に呼んでいたりします。うまあ例えばあの 東アジアで言えばお辞儀をするみたいなね、えー、いうふうな形のお辞儀の、まあ、スタイルみたいなのがありますけども、えー、これも儀礼的な身振りですね。それから、まあ、サマーの方に行くとその、鼻と鼻をくっつけてですね、こう、今、写真にありますけども、挨拶をしたりするようなものですね。これも儀礼的な身振りになります。<laughs> えーまあ、例えばあの、ハグをしたりするようにこう、 まあ身体接触を伴うようなね、抱、ま、擁、あ、を伴うような挨拶の場合もありますよね。これはやはりそのお、接触型のーケースと非接触型のケースというのは分かれたりするところがあります。<laughs> ごめんなさい。えーまあ、東アジアですね、日本とかの場合には、あのもっぱらその身体接触を伴わない非接触型の 儀礼的身振りですね、えー。身体表現が多いですね。お辞儀をするだけで体は接しないということですね。えー、一方で、欧米社会に行くと、むしろこう接触を好んでこう応用するなりね、顔をくっつけたりするというのがあります。うん、例えば、私が以前暮らしていたポーランドは、まあ、スラブ系の民族なんですけれども。 まあ基本的にスラブ系、まあ、ロシアもそうなんですけれども、スラブ系の民族というのは接触を好む文化なので、こういうハグをするみたいな、ね、形で挨拶をするということが多いです。うこれはまあそういうふうな形でですね、その接触身体接触を好む文化と、まあ、嫌うと言いましょうか、ちょっと避ける文化というものがあるわけですね。例えば、以前90年代にですね、その、 デートの様子をこう、まあ、あの観察した調査が関西の大学の方であったんですけれども、その若いカップルがですねデートをしている時に、どのようにこう歩いているのかというのをこう観察した調査なんですけれども、えー、それによると、ですね6割ぐらいがまあ非接触型のデートです、ねえー、をしていた。例えば男性が少し前を歩いて、その後女性がついていくみたいなね。 形形でその身体接触しないののケースの方が多かったこれはまあ非常にまあそういう意味ではあの東アジア的というかその身体接触を伴わない形のデートをしているということですね。ただまあ2人はあの視線を交わすとかですね、あのー、会話をしていたりあるいは笑顔であったりとかですねゆっくりと歩いていたりとかそういうふうな特徴の中で2人はまあ親密な間からである。 カップルであるということが分かるわけなんですけども、だけども、その歩いているときにはその手をつないだりとかね、いろようなことがないケースが多かったということなんですね。あの身体接触ももちろんしているケースもあってその、例えば手をつないでいるとかですね、肩に手をやったりとか、腰のところをちょっと大体入れるとか、そういうの、まあ、身体接触を伴うデートのカップルもあるんですけどね、だけど、お全体としてはむしろこうちょっと離れて歩いていたりすることが多かったということですね。 まあ今現在どうかというのはまたちょっと見てみないと調査してみないと分からないですけどもお、まあ、90年代の調査ではそうだったということです。うん、ちょっと増えてるかもしれないですね。えー、これは民族によって間違いがあるということです。<laughs> まあ,ある意味、基本的にはまあ身体接触の程度にまあ親密さというものがですね表れてくるところがあるかなとは思います。<laughs> えー、模写的身振りというのは、あのまあ、先ほどもちょっとこ,うこんなじいちゃいというのがありましたけどね、その形でもって表現したりするようなものですね。えー、例えばその、今日ちょっと一杯やっていかないみたいなね、こうちょっとおちょこを持ったりするような、まあ、これかもしれないですね、直盛りの。えー、ちょっと一杯やっていくっていう、これはです、ね、そのおちょこのような形で模写ですね。 それから、まあ、例えばあの、ちょっと今月はこうピンチでみたいな、そのコインの形で,です、ね、そのお金がないからちょっと、ちょっと今日飲みに行けないみたいなね、それ,それはそのちょっとピンチでみたいなことを、補う形でちょっとお金がないのだみたいな、これは模写的な身振りというふうなことになります。神話的身振りというのはちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、 おそれぞれのこう文化の中の言い,言い回してみましょうか、ですねその表よく使われるようなこう表現がありまして、えーまああ、神話というのはちょっと大げさかもしれないですけども、もそういう言い回しというものに関わるような、ねえー、身体表現というものがあります。まあ、例えば、イタリアとかでですねイタリア人とかよくする仕草でで、こう顎のところをこう触ったりするような仕草 がある、ようなんですけどもね、その、これはまあ、退屈だという表現でですね。顎のところを刺すったりする。なぜ、えー、顎のところ触るかっていうのは、その、もう、例えば、その。今日一日中会議やっててですね。まあ、延々とこう、会議が続いているぞ。なかなかた終わらないと。もういい加減終わりにして、あの。帰りたいとかね。えー、いう時に、その、もう、こう、髭伸びてきちゃった、前、長く時間が経ったのでですね、もう、ひげ伸びてきちゃった。 なので、こう、顎を触る。そんだけ長い時間が経ってるよ、退屈だよっていう形で、こう、顎を触ると。これは、退屈すると引き上伸びるっていうのは言い回しがあってですね、そのことにまあ関連した形で、あごを触るということですね。えー、神話というか、そういうような言い方にまあ関連した仕草をするということですね。 事業なんかですとですね、もう、あの例えばもう終わり頃の時間の時になるとみんな、あの、引き揚ことか片付け始めてガタガタガタって音がする。これはまあちょっともう早く事業終わるみたいなね、表現のかもしれないですけども、そういうようなことがあるということですね。<laughs> まあイタリア人と何かこうあるときに、顎を触り出したら、あなんか退屈なんだなっていうふうに考えた方がいいかもしれないですね。そういうふうなものがあるということなので、 まあそうしたいろいろなですねその言語以外のこう身体表現でもって私たちはあの相手にその情報を伝えているそういうコミュニケーションのスタイルがあるということですね。もう一つちょっと補足するとですね その先ほどちょっとお話をしましたけれども、その、えー、親密な度合いというものが、そのまあ、身体接触というものとも関係があったりするということがあったかと思うんですが、その、まあ、親密な関係性というものが、ねまあ、いろんな形でこう関わってくる問題がいくつかあります。で 例えばです、ね、その親密ではない関係性というものをあえてです、ねえー、表現するその音があります。えーまあ、どういうことかというとです、ね、その例えばその、えー、道を歩いている時にです、ね、その前,の前を歩いていた女性がその例えばその持ち物をですね、えー まああのパスケースとかですね、パスモとか落としちゃったみたいな時にですね、私もよく落とすんですけれども、お後ろの人は気づいたと。で、まあ、コインでもいいですよ。その時にですね、その私とその人はあの他人であるけれども、だけれどもその、落としたということを伝えなきゃいけないし、話したいという時にですね、その追いかけて、バレだったらですね、あの落としましたよ。 というふうな形で声をかけてですね、で、渡したりするということがあります。まあ、時には肩を叩いてですね、もしもしあのあの、パスも落としたとかでね、言うかと思います。で、あの全く知らない他人ですけどね、あの気づいたので渡したりするということがあります。で、こうした時にですね、その例えばイギリスとかですと、そのマナーみたいなものを。 重視する社会では、ですねその見知らぬ夫人、まあ、女性にですねその男性が声をかけるというのは、普通はまあしてはならないことなわけですけれども、まあ、あの声をかけないと、まずいというような場面ですね。この時には、それをその、まあ、やむを得ず声をかけますという形で、ですね例えばその帽子のつばを持ち上げるような形を持ったりしてですね。あのすいませんえー えパスも落としましまたよみたみいな、ねえー、ことを言うこれはその、まあ、私とあなたはあの他人同士で親密ではない関係ではあるけれども、あえて声をかけますと、そういう親密ではない関係性の表現として、ここちょっと持つみたいなね、ここ要するに、親密ではない関係性の表現という形であのすいませんみたいなね、いうことをする。 ことですね、あえてその親密ではない関係性の表現ということがあります。また、例えばですね、その道を歩いてても、そうでいいですし、その。電車の中でもいいんですけれども、その。<coughs> 道は、まあ、あの。歩いていたらですね、向こうから。とても、お、綺麗な女性がやってくる、あるいは、かっこいい男性がやってくると。いう時にですね、あ、あ、なんか、すごい、かっこいい人、綺麗な人がやってくるな。 いうふうふにこう、まあ、目で、まあ、で確認すするわけですねでだんだん向こうもこちらの方近づいてくるし私もそちらの方に歩いていくということでだんだんまあ距離が近づいていくわけです。まあ、その途中まではです、ね、そのまあやってくるみたいなことを見てたりするんですけども、まあ、いざすぐ近くまで来てですねそのそれ違う直前になってですねあえてその相手からまあ視線をこう別のところにそらすという,です、ね、いうことをしていたりします。 まあ、視線をそらすという仕草ですね。要するにあなたに私は関心がありませんよということをあえてです、ね、その視線をそらすという形で,です、ね、その目をそらすみたいなことをするんですねこの、まあ。そんなことをする必要はないかもしれないですけども、例えば逆にです、ね、そのずっと,こうと遠くにいる状態。 時からずっと見てるですね、またすぐ近くに相手が来てもじーっと見てたりするとですね、相手の人は嫌な思いをするかもしれないですね、一体何だろうみたいなね、えー、私に何か用かしらみたいな、いうふうな形で思うかもしれないですね。だから、あーいやいや、そんなことはない、特に、あの、えー、まあ、ナンパしたりはしないとかでね、<laughs> いうふうなことで、あえてですね、その目をそらすみたいなことをしていたりするんですね、無意識のうちに。 えーまあ、そういうふうな形でですね、その無関心であることのお身体表現です、ねえー、をすることがあります。うこれをですねその社会学者のアービン・ゴフマンという人はですね、儀礼的無関心というのを呼んでいるんですね、えー、目をそらすみたいな形でね、えー、私たちはそういうふうな形でですね、そのあえて、 その無関心であることを装うみたいなね。そういう儀礼的な型、まあ、にはまった無関心の表現みたいなことをすることがあるこ,でこれは例えば、電車の中でその前に座ってる人が気になったとしてもですね、ずっと見てたら失礼ですね。ちょっと気持ちが悪いっていうふうに思われるかもしれない。だから、ずっと見るんじゃなくて、目をそらしたりする。ちょっと見るかもしれないけどですけれども、ずっと見続けるんではなくて、目をそらしたり、あるいはスマホに目をやったりとかね。 いうことをするかと思うんですけども、そういうまあ無関心の表現みたいなことをすることもあるということです。めんどくさいですね。はい、それからあ、それちょっとお話をしたんですけれども、そのもうちょっとごめんなさい先走って話してしまいましたね。身体表現とまあ社会関係ということでですね、その 身体接触の有無ということが、ですねその親密さの度合いというものと、まあ、関わりがあるわけなんですけれども、先ほど言ったように、身体接触を好む文化と避ける文化というものがあるということで、でまあ、アジアの社会においては、どちらかと,と身体接触を避ける文化、お辞儀とかね、いうようなこと。でえー、ただ、親密さの表現というものは、まあ、まあ、身体接触というものを ととととかでです、ね、こう見ることができるここががきいうことがあります基本的にはね。ただ文化によってもバリエーションがある。で、この対人距離ということで言いますと、パーソナルスペースという問題がありまして、これはまあ社会心理学の分野などにまあ関わってくるかと思いますけれども、その人と人との、まあ、あ関係性みたいなね、ことがその距離感でもって表現されるところがあります。 まあそれぞれその個人的なパーソナルなですね空間の在り方というものは個人差があるかと思いますけれどもまあ一一般的に言えば非常に親密な関係性の親密空間それからその相手とのこうコミュニケーションをする対人空間ですねさらにもうちょっと広がりを持った社会空間さらには公衆空間というのはですね えー、形で、このいわ、まあ、ば同心円状のような形でですねこう分かれてくるというふうなことをまあホールは指摘しております。もと、えー、も身近な例えば恋人同士とかですね、まあ、夫婦同士とかは、まあ、あの身体接触が普通にあったりするケースですね、は親密空間ということになります、インティメイトスペースになってますね。 でまあ、あ友達とかとですねこう会話をしたりするというのは,これはパーソナルスペースになります、えー。もう少し広がりを持った空間ですね、まあ、対人空間、パーソナルスペースということになります。えー、さらにもうちょっとですね、まあ、あの会話とかを交わすわけではないんですけれども、まあ、あの同じような近い、比較的近い場所です、ねまあ学校のクラスで授業を受けてたりするのはこれになるかと思いますけれども、ソーシャル。 スペースですね。社会空間というものがあります。それからまあもうちょっと広がりを持ったですね。その道を歩いていたりとかね。あの駅であるとかですね。まあ、パブリックな公的な空間ですね。まあ、公衆空間、パブリックスペースというふうなものというような形でですね。その広がりを持ったものというのがあるということですね。 えーまあ、今、コロナ禍ですね。<laughs> コロナ禍で。まあ、そういう意味では、この距離を空けてですね、接しなければいけないと。2メートルぐらいかな。<laughs> 2メートルぐらいだから、2メートルぐらい空けるとか、ソーシャルスペースぐらいですね、えー。ぐらいの距離を空ける必要があるので、このパーソナルスペースにまだ入っちゃまずいということですね。えー、そういうふうなことが、まあ、あるということです。もちろんこれはですね、例えば、 この,この空間が非常に広がりの強い大きい人も、ね、いるだろうしそうでもない人もいるこれはかなり個人差があるかもしれないですしまた文化によって民族によっても、ね、この空間のこう大きさ小ささというのは異なってくるというのはあるかと思います、えー、これからまたあの先ほどと言いましたけどもその一緒でない関係性の表示みたいな、ね、ことですね 儀礼的無関心ということも言いましたけれどもその、例えば一緒でない関係性の表示ということでいうとその、例えば帽子の方うを持ったりしてね、ちょっとすいません、落としましたよみたいなね。えー、これはその、あえて私とあなたは無関係で他人だけども、ここはちょっとしょうがなくて声かけますというときにそういう,そう,いうそれか、一緒でない関係性の表現みたいなことなです。そしてその、視線を逸らすみたいなね。 えー、あなたには家そはないんですよみたいなことを、あえてこう肩にはまった形で目をそらすみたいな形で表現をする。これはこの儀礼的無関心というふうに呼んでいるということになります。すみません、先ほどちょっと、えー、これの方にちょっと映っていればよかったですね。えー、先に伸びちゃいましたけど。このあたりの内容も「あの身分とシグスの人類学」という本があるんですが、あの新書でね。 この中にちょっと書かれていたりする、しますので、えー、興味のある方はちょっと調べていただくとですね、いいかなというふうに思います。はい、えーはい、今回は以上のような内容で、えー、大体ご説明できたかと思いますので、また、あの、別に課題設定いたしますので、そちらの方ですね、えー、<laughs> C ランニングの方で、 確認をしていただければと思います、はい。今回のお話は以上で終了になります。ちょっとね、ちょっとお話がと資料がちょっと前後しちゃって申し訳なかったです。すみませんでした。はいえー、以上で終了す。